淡路型巡視船は海上保安庁が運用していた巡視船の船級。分類上は PM 型、交渉船系は450トン型。1948年5月1日、連合国軍占領下の日本において洋上警備、救難及び交通の維持を担当する文民組織として、当時の運輸障害局として海上保安庁が設立された。 設立当初の海上保安庁が有する選定は、いずれも第二次世界大戦の生き残りや戦時中に急増されたものであり、戦後の整備不十分もあり、業務遂行上の体制が整っているとは言い難い状況だった。このことから、創設翌年の昭和24年度で約6億円の予算が認められて、海上保安庁は初めて心臓選定を建造することになった。 1949年4月、造船所17社の技術者を中心として、海上保安庁船舶設計審議会が発足し、国内造船所の全面協力のもと、船底に関する検討が開始された。計画に盛り込まれた船定のうち、中型巡視船については、造船所7社が独自の試案を分担設計したが、審議会での修正調整の結果、 石川島重工業の案を基本とした設計が採択された。当初は独自の設計を予定して、具体的な検討まで行われていたにもかかわらず、連合国軍最高司令官総司令部からの指示により、アメリカ沿岸警備隊の保有選定をベースとするよう変更され、大きな混乱を招いた。結局、セティス級カッターをベースとした設計が採用され、選挙は 平ら板型、主要船体構造は、描雪偽装は、木製家具を用いた、小船式であった。ただし、竣工後、排水量が計画値を30トン超過し、還元の減少から、復元性能に改善の余地を残す結果となった。海保第一世代の心臓巡視船の特徴として、警備、急な業務だけでなく、水路及び、 航路標識業務にも従事できる汎用型として設計された点がある。これは連合国軍最高司令官総司令部からの要望に基づくものであり、本型でも後部に3トンレリックと物資30トンを収容できる船倉を備えていたが、これらは実際には使われることがなく、間もなく全廃された。これに伴い居住関係に大規模な改造が施された。なお、 建造当時、極東委員会の意向を受けた、連合国軍最高司令官総司令部民政局の指示によって、海上保安庁の巡視船は、排水量1500トン以下、最大速力15ノット以下、兵装は消火器のみに制限されており、これは本型にも適用されていた。このため本型は、非武装で収益したが、その後制限が緩和され、 昭和28年度以降、並走の供与を受けたことから、順次に3インチ炭素間射砲と2 0ト、mm、ル炭素機銃各一機を搭載した。なお搭載艇としては、内科艇を予定したが、結局は、カッター2隻に変更され、昭和27年度に救命艇に搭載が得となった。蒸気の乾燥重量超過の問題もあって、本型の建造は、 昭和24年度計画の3隻で終了し、昭和25年度以降の建造分は、紹介量型の例文型に移行することになった。1970年代に入って、まず2隻が昭和47年度計画の、ナ・シ尻型に、続いて3番船も昭和49年度計画の、ビホロ型によって更新されて、運用を終了した。ありがとうございます。